蔡康隆さん3年前の西日本豪雨で一緒に暮らしていた当時3歳の孫あかりちゃんを失いました昔の方は目に入れても痛くないという風な言い方をされまして上手に言うもんだなという風うに思っておりまして。 私にとってはそういう元気で明るい本当にあの太陽のような子だっったと思ってますこの3年生活の立て直しに必死でした孫を亡くし家を失いしばらくみなし仮設住宅で過ごした後市内の別の場所に家を建て去年の年末ようやく一家で移り住みました ね、そこにあかりちゃんはいませんやはりあのものはこう変えてきますけれどもか変わりがありますけれどもやっぱり命の変わりというのはないまあ何日待っても命というのは変えてこないなと、まあ、これが正直な、まあ、今の気持ちですね 3>, 3年前の7月7日 午後6時40分ごろ、海さん家族が住む家を突然土石流が襲いました。雨池の水は向かって左から右に流れ出したということです。降り続く雨でグラウンドが崩落。下にあった2つの溜池に流れ込み、 孫のあかりちゃんは家から押し流され翌日およそ3 0 0ル離れた場所で遺体で見つかりました2つのため池のうち1つは決壊すると人的被害をもたらす恐れのある防災重点ため池の基準は満たしていましたしかし 指定はされておらず住民らにその危険性は知らされていませんでした去年3月グラウンドが復旧2つあったため池は1つだけ復旧しました崩壊したグラウンドとため池の復旧はすべて終わりましたその向こうにはあかりちゃんたちが住んでいた家が今も残っています 畑の世話や草刈りなどで来ることはありますが、家族を亡くしたこの場所に戻ることはないと言います。あっという間でしたね。まあそれ情景いうのはもうちょっとこれは生涯農地に焼き付いて忘れることはないでしょうね。七日駅までには。 このの場所にあかりちゃんの火を立ててたいいと考えています甲斐さんはなぜあの谷のグラウンドだけ崩落したのかなぜあんな被害になってしまったのか疑問に思い調べ続けてきましたそしてあかりちゃんの月命日でもある先月7日などを相手に

ハザードマップの作成もせずため池の安全管理を怠ったと考えていますあの災害については非常に不審なところがあるというふうに今も思っておりますだからそれはやはりこれからやはり私生涯かけて明らかにせないかというふうに考えております